こんばんは。ノスタルジックラジオのお時間です。この時間は私、望月さくらがお送りいたします。今回紹介するのは、数多くの外国賞を受賞され、世界の黒沢と呼ばれた日本が誇る映画監督、黒沢明さん。スターウォーズ、未知との遭遇、ゴッドファーザー、プライベート、ライアンなど名作と言われている作品に黒沢さんの手法が取り入れられるなど、世界中の映画監督に影響を与えています。黒沢さんは1910年3月23日生まれ、東京府荏原郡大井町、現在の東京都品川区のご出身です。黒沢さんは小学3年生の時、図画の時間に描いた絵が個性的だったため、みんなに笑われるのですが、担任の先生に褒められたことで絵を描くことが好きになり、中学に入学すると同志社洋画研究所に通い始めます。またその一方で、ドストエフスキー、トルストイ、ツルゲーネフなどのロシア文学を読みふけり、ご自身でも「レンゲの舞踏」「ある手紙」という作文を書いているのですが、これが学友会誌に掲載され、国語教師に創立以来の名文と絶賛されたそうです。そんな黒沢さんは1927年中学を卒業されると、画家になることを志し、美術学校、現在の東京芸術大学美術学部を受験されるのですが、残念ながら不合格に。それでも画家になることが諦められず、川端が学校に通って洋画を勉強していると、翌年の1928年、ついに二科展で生物が入選。このことがきっかけかは分かりませんが、同年造形美術研究所、このプロレタリア美術研究所に入られると、翌年の1929年には日本プロレタリア美術家同盟に参加、結成者の一人でプロレタリア画家の岡本陶器さんに絵を教えてもらったのでした。しかしその後、画家として芽が出なかったのか、黒沢さんは1936年画業に見切りをつけると、新聞広告で PCL 映画製作所ゴニ東宝と合併の助監督募集を見つけ応募。黒沢さんはなんと100倍の難関を突破して、見事合格されたのでした。入社後は映画監督の谷口千吉さんの推薦により、主に山本嘉次郎監督の下で助監督をされると、山本さんのアドバイスでシナリオを書き始め、1941年ダルマジのドイツ人書き上げておられるのですが、このシナリオは映画化はされなかったものの、映画評論家の間で注目され、映画監督で脚本家の伊丹万作さんから絶賛されたのでした。その後、黒沢さんはシナリオ「的中横断300里」を書かれ、これが初監督作品となるはずだったのですが、新人監督としてはスケールが大きすぎるという理由で実現せず、余談ですが、この企画を見送った映画プロデューサーの森田真嗣さんは、後に「私の一生の最大のミステイク」と語っておられたそうです。そして黒沢さんは1943年ついに菅田三四郎で監督デビューすると、この作品はたちまちヒットを記録し、新人監督に贈られる山中貞夫賞を受賞。次々に作品を発表すると、いずれも高く評価され、黒沢さんは東宝を代表する映画監督となられたのでした。ところで、黒沢さんは1946年女優の高峰秀子さんから東宝ニューフェイスの俳優オーディションで面接を受けている三船敏郎さんの存在を聞き、
オーディション会場に駆けつけるのですが、三船さんを一目見た黒沢さんはただならぬ気配を感じたそうで、本来なら不合格となっていた三船さんをわざわざ審査委員長の山本和郎監督に直訴して採用してもらうと、翌年の1947年には三船さんのデビュー作となった銀嶺の果てで脚本を担当。翌年の1948年にはご自身の作品酔いどれ天使で三船さんを起用し、以降三船さんを起用し続けたのでした。そして1950年、黒沢さんは映画羅生門を発表。三船さん主演、この作品は人間のエゴイズムを鋭く追求した難解な作品だったため、国内での評価は高くありませんでしたが、海外では大きな反響を呼び、次々に栄えある賞を受賞し、黒沢さんはその名を世界に轟かせたのでした。こうして黒沢さんは映画監督の地位を確かなものにされるのですが、1965年に発表した赤ひげは完全主義を徹底したことで、撮影期間は約1年を要し、予算も大幅に超過したため東宝との関係があった。黒沢さんは東宝との専属契約を解除されてしまうのでした。そして1968年ハリウッドからオファーを受け、日米合作映画トラトラトラの制作に参加されるも、日本とアメリカの映画作りの方法が違うことから監督を降板させられてしまいます。またその1年後の1969年には初のカラー作品ドデスカデンを制作。この作品はかつて画家を目指していた黒沢さんが独特な色彩感覚で社会の底辺に生きる人々の姿を描いているのですが、黒沢さんはこの作品の制作のため邸宅を抵当に入れてまで資金を調達するも、商業的には失敗。そのせいか監督の仕事は激減し、資金も集めることができず、撮りたい映画が撮れない苦悩と先の見えない精神的な不安に苛まれ、1971年とうとう浴室で手首を切って自殺を図られたのでした。幸い一命を取り留めたものの、失意のどん底にいた黒沢さんですが、そんなドデスカデンを旧ソ連が高く評価。黒沢さんは1975年ソ連に招かれて映画制作を要請され、デルス・ウザーラを完成させると、モスクワ映画祭金賞、アカデミー外国語映画賞を受賞。黒沢さんは再び世界に返り咲いたのでした。こうして黒沢さんはかつての勢いを取り戻され、1980年にはジョージ・ルーカスさん、フランシス・フォード・コッポラさんの支援を受けて制作された影武者を発表し、カンヌ国際映画祭パルム・ドール賞を受賞。その後も黒沢さんは映画を作り続け、1993年映画「マーダだよ」を発表。しかし1995年次回作「雨上がる」の脚本執筆中、京都の旅館で転倒し骨折されると、そのまま療養生活に入り、1998年脳卒中により他界されています。最後に黒澤明さんと宮崎駿さん、北野武さんの関係に迫ります。1993年黒沢さんと宮崎さんの対談が行われました。宮崎さんにとって黒沢さんは憧れの存在、巨匠を前に終始恐縮している様子でした。アニメ映画界の帝王が低姿勢を貫いている様子は非常に珍しいですね。しかし後日記者が、黒沢監督は宮崎さんに
実写映画を作ってほしいそうですと伝えたところ、憤慨した様子を見せます。本当に黒沢監督がそうおっしゃったのなら失礼だと思うと怒りをあらわにしました。黒沢さんがアニメより実写の地位が上だという意味で実写映画制作を要望したのなら抗議するとも発言、巨匠を目の前にしては言えなかった本音が後日に噴出したのでしょう。さらに黒沢さんは宮崎さんのジブリ作品を褒めつつも、一番好きなのは蛍の墓だと伝えたそうです。蛍の墓、若畑勲監督の作品ですが宮崎作品だと勘違いして発言してしまったのでしょう。しかし宮崎さんとしてはかなりショックだったはず。巨匠に対する不満が溜まっていたのかもしれません。しかし弱者の視点から人間のエゴや争いの虚しさを描く点など、ジブリ作品は確実に黒沢作品の影響を受けています。宮崎さんは生涯黒沢さんを尊敬していることに変わりないでしょう。次に黒沢と北野武さんとの関係ですが、二人も対談などで交流を深めていました。黒沢は北野作品を非常に気に入っており、そなちねお絶賛。武さんは監督になりたての頃、撮影方法の基本が分からず斬新な撮り方をしていたそうです。カメラで時間経過を丁寧に追わず、テンポよく次々と場面を切り替えるのが特徴でした。正当なやり方ではありませんが、黒沢さんは面白いと考えたようです。たけしさんに熱い信頼を寄せ、あとは頼んだよ、と言い残したとも伝えられています。ただたけしさんは役者に怒鳴らない方針を貫いていますから、役者に厳しい黒沢さんとはやり方が真逆ですね。それでも巨匠から認められたことは大きな自信につながったのかもしれません。良くも悪くも偉大な監督として後世に多大な影響を残した人物と言えるでしょう。さていかがでしたでしょうか。今なお世界中の映画人著名人を虜にし続け影響を与え続けている黒沢さんですが、黒沢作品は妥協を許さない徹底した演出、絵画のように美しい映像、迫真に迫る俳優の演技、考え抜かれたストーリーと、どこをとっても秀逸で、まさに映画を極めた作品。黒沢映画を見たことがない人はぜひこの機会にその世界に圧倒されてみてはいかがでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。